こんにちは、 BFSZ 株式会社の笠原です。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の仲介手数料についての動画なんですけども、はい、いつも以上にコメント来てましたね。そうですね、結構抽象的だとかいろんなご意見がありましたね。なのでちょっと今日はそのあたりをですね、具体的にですね、仲介会社を使うメリット、まあ、デメリットですね含めてお話しできたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。質問なんですけども、はい、不動産を購入する場合、はい、買う時のパターンってどんなのがあるんですか？パターンとしましては、売り主業者様、宅建業者様から不動産を直接購入するパターンと、我々みたいなですね、仲介会社を挟んで購入する、大きくて2パターンかなというふうに思います。一つ目の宅建業者さんから買うパターンのメリット、はい、デメリットって教えてもらっていいですか？メリットとしましては、やっぱり仲介手数料がかからないっていうのは買い主様からしてはメリットだと思います。ただ一方で、その業者様の実績だったりとか、その業者様のですね、信用であったりとか、しっかり精査する必要があるので、例えば数字だけを見てですね、ご購入してしまうとですね、後々トラブルに発生する可能性はあると思います。例えばですね、新築ワンルームなんかはですね、デベロッパーさんがご販売していることが多いんですけれども、ご購入後ですね、蓋を開けてみたら全然キャッシュフローが回らずですね、毎月手出しっていうパターンもありますので、そこの点で言うと、もし業者様からですね、直で買うんであれば、しっかりとしたその業者の見極めっていうのは非常に大事かなというふうに思います。仲介会社を通す場合のメリット、デメリットを教えていただけますか？さっきの話とちょっと連なる部分もあるんですけれども、仲介会社っていうのはですね、自社の物件を売るわけではないので、物件をですね、フラットな目線で見ることができます。ですので、そのお客様のご目的とかご希望に沿った物件をですね、数ある物件の中から精査して、それこそですね、業者様なんかもしっかり精査した上でですね、ご紹介ができますので、その点で言うと仲介手数料は発生してしまうんですけども、しっかりとお客様のですね、ニーズに沿った有料な物件をですね、ご販売している自負はあるのかなと思います。仲介会社さんも全部が全部いい仲介会社さんと限らないじゃないですか。はい、悪い仲介会社さんの手口って教えていただけますか？そうですね、悪い仲介会社とですね、悪い売り主業者がですね、結託をして、それを一般の方にご販売をしてですね、例えば利回り、数字の部分はよく見せてですね、ご購入後ですね、賃料設定がですね、高すぎたというところで全く入居がつかないとか、そういったトラブルがあるっていうのは耳にします。あともう一つはですね、不正融資をですね、ご提案する仲介会社さんですね。例えばお客様のですね、給与資産であったりとか、ご年収のですね、エビデンスをですね、改ざんして銀行に提出をして、不正に融資を引っ張るっていうトラブルもですね、発生してますので、こういったことをするですね、仲介会社っていうのは非常に危険でございます。もう一つはですね、押し売りをする仲介会社ですね。お客様をですね、半分脅しみたいな形で囲い込んでですね、押し売りする仲介会社もあるっていうふうには耳にしてますので、そういった仲介会社非常に危険が高いと思います。でちなみになんですけど、はい、やっぱり大手の不動産会社だと安心で安全だっていう感じですか？そうですね、やっぱり CM とかにも出てますし、イメージとしては非常にいいかと思うんですけども、大手さんって顧客リストが非常に多いので、正直ですね、あんまりこう一人一人のお客様に注力をしてないというイメージが強くてですね、その点弊社はですね、地域密着型でやらせていただいている上に、1都3県に物件を絞ってご紹介をさせていただいているので、顧客様からですね、1都3県の売却依頼を預かってですね、内々で動いて弊社のお客様にご販売するというケースも多々ございます。内々で動いてるって、それって悪い囲い込みってやつじゃないですか？いや、それは全く違くてですね、囲い込みというのは売却依頼にもですね、いくつか契約の形式がありまして、その中で専属専任媒介契約っていうのを結ぶと、不動産会社が見れるレインズに載せなきゃいけない義務が生じるんですね。ただ一方で、専属専任を預かると、その一社さんにしか預けられないっていう規定がありますので、例えばレインズに乗っけて、いろんな仲介会社さん、不動産会社さんから、この物件ありますかって問い合わせが来た時に、まだ売れてないのにもう売れました、そういう嘘を言ってですね、自社のお客様に売るという、そのような行為が囲い込みという内容になりますね。失礼しました。話変わりまして、いい不動産会社の条件って教えていただいていいですか？弊社が他社と比較してですね、強みになると考えている部分が、各セクションにですね、エキスパートが揃っていることかなというふうに思ってて、まず事務がですね、日々新しい物件っていうのを収集してですね、それを営業マンが精査選定して上でお客様にご紹介をしてですね、そこに付随して金融機関さんの斡旋もさせていただいてます。そこから契約に進むってなった場合に関しては、次は業務部の役割になりまして、現地調査、役所調査を行った後にですね、
ですね、売買契約書、重要事項説明書、その他ですね、補足の資料を作成して、飼い主様にですね、ご不利にならない状況で売買契約をさせていただきます。その後ですね、物件の引き渡しに関しては担当の営業マンがしっかり同行させていただいてですね、ご販売後ですね、こちらはですね、弊社の管理分もございますので、ご販売後のですね、入居のサポートであったりとか、入り口から出口まで一貫性を持ってしっかりサポートをさせていただいているってところは、他社に比べる強みなのかなというふうに思います。まとめとしましてですね、弊社も仲介手数料をいただく上でですね、先ほどお話したようなですね、労力であったりとかをしっかりかけて、お客様にご納得をした状態でいただいておりますので、その点はご理解をいただけると非常にありがたいです。本日はご視聴いただきありがとうございます。弊社公式 LINE を始めまして、ご登録いただければ日々ですね、未公開物件なんかもご紹介させていただいてますので、ぜひご登録の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。